こんにちは。このビダオではハンガリーで旅行する。日本人にあまり知られていない観光地を紹介します。では、行ってみましょう。ヴィラフレドはハンガリーの北東にあるハンガリー人の中でとても人気な里です。なんでそんなに人気なんでしょうか。城があるし、湖があるし、森林鉄道があります。そして人気の結婚スポットです。これらを見た人はどうやってここへ行ったらいいですか？ブダペストから電車でミシコツまで行って、そこ森林鉄道に乗り換えていけます。約4時間かかります。森林鉄道は超楽しいから絶対に乗ってみてください。車では M3 国道でミシコルツへの M30 出口を入って都市をこぎって行けます。リラフレッドで駐車場がいっぱいあるので心配しないでください。これはハーモリコ、約1キロメートルぐらい長い湖です。冬はアイススケートができます。いい天気ならボート、遊びや釣りなどの機会もあります。ボート遊びは500フォリントだけですから、安いです。湖の隣、四つ星の白ホテルがあります。1925年から1929年まで、新ルネサンススタイルで建てられました。ホテルは温泉もレストランも持っています。マチャシレストランの名物は、国の白を表すステンドグラスです。近くにシンバという丘場があって、その20メートル高い滝がここにあるはずですが、ミシコルツ市の水道につながった時から水が枯れてしまうことがよくあります。ビラフレッドなら洞窟。セレタ洞窟は本物の原始人の洞窟です。氷河時代動物の骨や石の道具が見つかりました。あんな洞窟は城の下に、前に述べた水がない滝の隣にあります。疲れた時は空中ガーデンで休めます。そこからの歩道が里へつながっています。ヴィラフレッドの紹介はここで終わります。最後まで見てくれてありがとうございました。